今回もいろいろね、はい、ありましたけど、うん、やっぱ最大の見どころはかよこのかよこです、はい、あんなもんそのまま流しとったらええねモザイクなしでかよこがかよこたるゆえんなんですからあれがそうですねいやいや想像以上のものをお届けする自信があります、ね、ぜひですね、目撃者になっていただきたいと思います今夜は千原ジュニアのヘベレケ in 岐阜名古屋を飛び出しお隣岐阜の素敵な居酒屋で飲みまくる賑わってきましたね、うん、そうですねやっぱり夜は賑やかです ね岐阜ってこうなんだね、岐阜の絶品グルメに狩猟もマックス、トークはいつも以上に絶好調。最近一緒になって、はい、あれやっぱこの子無理だなと思って、はい、携帯のスマホのメモを残してたもん。やっぱり苦手っていう OL のふりして番組投稿しました。すごい話奥さんと一晩に二桁あ、それは独身時だナイス性欲ありがとうさらにヘベレケナビにはあの大物芸能人が登場甘いですね見たら絶対飲みたくなる千原ジュニアのヘベレケ in 岐阜はい遠いですねはいちょっと遠かったです ね今回はですね、はいはい、名古屋を飛び出しまして、うんはいはい、岐阜にやってまいりました、ね、初めて来ましたあ岐阜駅そうですか、はいうん、岐阜県自体も光っております、ね、織田信長公の金の像ですけれども、ね、あちらの金の信長像の前で岐阜に来ましたよというコメントをすると、うん、この駅前のロケ使用料が1万6000円無料になると、うん、ただただあそうですか、はい、ありがとうございます助かりますその分シャンパンが飲めるから助かります、ね、助かりますより助かります、ね、ありがとうございます、はいね、なんか岐阜のイメージとかありますか岐阜のイメージはね、全くないですいやいやそんなこと言わない全くない。なんかあります。私は関ヶ原の戦いというイメージがあります。はい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 、でか父親と一緒にその関ヶ原の戦いの歴史トークショーで岐阜に来ました。そうですか。とはいえ、名店も揃っているということですので。ね、まあまあ、1万6千分は喋ってます。大丈夫かな。じゃあ行きましょうか。お願いします。なんかいい街並みですね。うん、そうですね。なんかね、ここは繁華街なんですかね。みたいです。はい。そしてこちらは岐阜から歩いてすぐの玉宮町というところなんですが、はい、その岐阜市はアパレルが主力産業の一つなんだそうで、かつてこの辺りは繊維街だったそうです。で今では飲食店がひしめく繁華街となっているということなんですね。なんかアパレルが主力だっていうイメージなかったですけど、ね。あんまりね。うん。岐阜の食べ物のイメージもあんまり岐阜といえばこれが美味しいみたいなでもなんかいろいろあるんでしょうね、うんうん、知らんだけで長良川とかね、はあはあ、鵜飼とか有名ですけどじゃあ鮎とかああ、あるかもしれないですね、ねはあ、見えてきましたなんていうお店でしたあのですねあちらのニュー玉宮さんですいい感じですね。あ、いいですね。雰囲気が。ね、じゃあ早速。ニュー玉宮さん。うん、ただの玉宮さんの時どんな感じだったの？ニューになる前。これでニューなら。あ、でも洒落てる。あ、いいですね。あ、いいですね。はい。すいません。こんにちは。どうもこんにちは。お願いします。あ、いい。あ、でも。あ、なんかすごいね。外の外観と雰囲気違いますね。なんかおしゃれな感じですね。うん飲食店が数多く軒を連ねる玉宮町その中でも昔ながらの雰囲気とその安さが人気の大衆酒場ニュー玉宮1本97円ととってもリーズナブルな串カツや土手焼きをはじめナポリタンやオムライスなど懐かしい味はどれもボリューム満点もちろんお酒の種類も豊富でリーズナブル
地元の人々に愛される岐阜に行ったらぜひ立ち寄りたいお店です。なんかあれマースさん、なんかまたなんかニュースみたいになってんなと思ったんですけど、なんだろう、何やったかな。ギネス取ったことですか。えギネス取ったの。ギネスは大したことないとあれですけど、うん、1分間でどれだけティッシュの紙を抜けるかっていう、うんギネスで、うん、75枚以上抜けたら、うん、ギネス記録っていうのを116枚抜いて、うん、めちゃくちゃ抜いてるやんそれでギネスをこの間先月もらいました、うん、あそうなんですか、はい、どうもすいません、はい、すいません、いただきます。大将なんかいいですか。ちょっとうちはですね、はい、あのこういうちょっと大衆酒場的な、あ串焼き、はい、あおでん、じゃあなんか、うん、土手焼き、とん焼き、ね、はい、はい、あと煮込み系も、はい、はい、とかなんかじゃあ見繕ってもらって、はい、はい、お願いします。はい、どうなんですか。でもうまいこと言ってんのは言ってんじゃん。まあ変わらず、はい、どうするんですか。ほんでいよいよ、いやいや、あれ、あらあらこんばんは。めちゃくちゃめちゃくちゃ馴染んでますね今や女芸人の代表格となった大久保さん、今夜はお酒もたっぷり入ってプライベートを大暴露。え大久保さんこの辺ですか。私この辺です。だから昨日も仕事が早く終わったから、はいはいはい、今実家に今日戻ってて、はいはいはい、実家からここ岐阜入りして、はいはいはい、で明日も遅いから実家に帰りますから、はい、あそうなんですか、うん、だからフラッと本当に実家から飲み来た感覚で。ちなみにそのお父さんお母さんとか、うん、なんて言うてはるんですか早くない酒を飲ますのに。そんなうちの親が私のことなんて言ってるかでしょ。早くないっていいですか。ちょっとビール飲んで。すいませんビール一つください。失礼しちゃう。何も失礼だもんね。いやいやいや、ね、だって、ね、はい、どうもちょっと待ってくださいよ。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いいたします。おお、でもいつかは結婚したらみたいな感じなんですか。まあね、結婚とかね、はい、うん、どうなんでしょう、ね、今どうなんですか。いないですかこうマジで彼氏。いない、いない、うん、ビッグスクーター買ってあげた彼氏が最後ですねだいぶ前ですよそれ。3年ぐらいでしょ。3、4年です。ビッグスクーターを買ってあげた彼氏え、なんか写真集撮られてますね。あ、そうそうそう、その彼ですか、うん、ちょっと見直されてるから言ってあげてそれはなんで別れを迎えたんですか、そのビッグスクーターは。要は私がまあ明日休みなんだけどご飯しようよって言ったらまあ来てくれるし、うんうん、なんか犬の世話してたしてくれたりとか、うんうんうん、まあでも私はお金貸してるしビッグスクーター買ったしぐらいの気持ちでいたら最終的に向こうから我慢をしたくないみたいな、うんうん、まあ私が解釈すると全部合わせてきたと、うん、あなたの都合にね、うんうんうん、でそういう生活がちょっと嫌だって嫌がってさ金返せよその前にって思いません。結局その総額何本ぐらいですか。 男全部で。絶対私の中でのポリシーは50万以上貸さないっていうのがあって、はい、結構なハードル。50をかける、どう、1、2、3、4。多いな1、2、3、4ぐらいですよ。だから200万ぐらい。うわ、例えばここご飯私払っとくわみたいなのちょこちょこ。確かにご飯は基本払ってあげてたのもあるし。でその後はじゃあいないんですか。まあ仕事もなんとなく落ち着いてきつつあり、はい、時間があるんで、はい、ちょっと気まぐれにあの飲み会、はい、誘われたら行ったりとか、うん、顔を出すようにはしてますよ。河村さんなんてものと合コンに行っているという情報が、あれかな、フェラーリワシントンの話かしら。え、何ですか。フェラーリワシントンの話を言ってるのかな。フェラーリワシントンっていうめちゃめちゃかっこいいモデルの子と知り合いになって、うん、でなんか1年前ぐらいにさんまさんの番組でやっぱりあなたが好きだったって番組から、うん、ありますね、なんか告白をしてくださいと言って、うん、はいはい、誰かいませんかって言って、はいはいはい、でこの子がスタジオに来てくれて、でまあスタジオの売りもあったけどやっぱりあなたが好きでしたってなんか手紙読まされて告白したら、はい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 、あじゃあって言って LINE 交換し、でそれの飲み会が1年越しでやっと叶ったっていう話なんですよね。どうやったんですか。かっこいい、うん、びっくりする、かっこいい、ビビった。本当のやっぱり思ってる以上に1年ぶりに会ったら外国人で、背が高くてでなんかハットとか普通にこうやってかぶってて、
ペリー見た人ってこんな感じなんだっていうぐらい日本人がビビる、外国人見てビビる感覚ってこういうことなんだぐらいビビっちゃって。普通に日本語は喋れるんですか？喋れる、日本で育ってからその子は、うん、普通にその喋ってて嫌な子じゃないですか？まあ嫌な子じゃないけどしょうがないかな、うん、飲んでると、うん、大久保さん休みの日何されてるんですかとか、今まで会った芸能人誰が一番かっこいい、なんか取材みたいになっちゃうんだよね。ああなるほど。結局そうするとなんかもう喋り疲れちゃうし、なるほどね。まあでもしゃあないですよねそれは、うん、だからといって大久保さんのこと知らないですって言って知らなくて近寄ってくるのもおかしな話よね。47歳でさ、うんうん、独身でさ、何やってるか分かんなくてさ、若干ゴリラみたいな顔しててさ。そんなことない。そんなことないけど、なんか適当に物食べてるし、すごい適当って、あれお腹空いてる。私すごい喋って、なんかすごい食べてるから、あれ腹減ってるんですか？おい。おいって、ね、そのだから知っててくれた方がいいんですけど、うんうん、これ難しいよなと思ってこういう。芸人さんは嫌ですか？芸人さん全然いい。女芸人みんな言いますけど、うん、男芸人さんなんてみんな好きになりますよ。うん、私のジュニア期は、うん、ジュニア期があったんですね。ジュニア期ありますよ。ジュニア期は 4,5 年前かな。お結構キスばっかしてた時期にジュニア期がもうほんまに奥さんちょい上ぐらい気づいてる今でも累計でそんなに今でもそんなにしてるか、うん、そうそう、そんな気もあったし、あ、ケンコバ気もあったな。ケンコバね、ケンコバ気もあったし、ケンコバさんもね、彼女できちゃったし、そうそうそう。でもなんか大久保さんってだからすごいブレイクしてめちゃくちゃお金も稼いだのに割と生活が質素っていうか地味めなイメージなんですけど、貯金されてるんですか？貯金はもう引くほどあります、ね。でもこの流れで貯金を言わせるとかそういう番組作りってもうどうなんだろうしてないやん。でも貯金を今聞いて、まあね、引くほどありますね。じゃあ終わらせてくれるの、まあまあ、聞いた方がいいんじゃない。いやいやいや、振ってありますよ。そういう番組じゃない振ってるわけじゃなくて、そうやって貯金を言わせるってどうなんだろうって、うん、まあでも確かに本当に別にね、一人だし、うん、墓場まで持っていけるわけじゃないから、そう、そうですよね、お金使わなきゃって思うけど使い方が分かる、まあね、うん、いやでももし結婚するじゃないですか誰かと今後、うん、したら1日でも結婚して翌日に死んだら、うん、その貯金全部旦那さんのとこ行くわけですよ、うん、なるほど。一生懸命貯めてきたものが全部行くんですよ、うん、だからさ、そうなのよ。さっきのフェラーリに戻るけど、フェラーリは別に全然そんなそぶりも見せなかったけど、うんうんうん、そんなもうイケメンのハーフがさ来てさ、大久保さんって時にもう本当申し訳ないけど何が目当てなのってもうあるあるですね。あるある。でも絶対よくない、絶対私のこの考え方をしてたら絶対幸せになれないと思うけど、やっぱりどっかでよぎっちゃう、もう癖になっちゃってる。え、過去に芸能人の人にそういうことされたことありますか？あ、それどうなんですか？あるんですか？うわ、あるやん。じゃこれはね、あるやん。芸能人に抱かれたことは芸能人ないですけど、うんうん、深く言えばコント山口くんと武田くんの武田くんに口説かれたことがあるのとごめん武田、あの大きい方ね、うん、でも一回芸能人の人と付き合ってみたいみたいな気持ちありません？芸人ないですか？芸人その世界に出てる出てないそれはねあるやん。あるあるやん。それ何歳ぐらいの時ですか？30代前半ぐらい、おいや性欲がすごかったんだと思う私の本当にその時期なんかもう怖いよね、やっぱりコントロールできないってね。その時はもうやめたん？いやもうなんちゅうの、地下芸人みたいな感じだから。今何だからまだやってると？と思いますけどね。あのよう聞かれるでしょうけど、条件どういうのが、どういう人と一緒にいたら一番居心地が良くて、でメリットばっか考えちゃダメだけど、そうですね。でも、そのXに溺れちゃうタイプだったらどうしよう。しんどって。しんどいってそれ。それどういうことですか？もう朝でも昼でも夜でも、うん。よっぽど向こうがテクニシャンで向こうがエネルギッシュだったら、うん、一回
回もう一回最後になんかドーンっていう花火というかあげたいっていうのはすっごいあってドーンドーンドーンえっていう知らないっていうのをあげてどういうことでいただいてもう終わりにしたいっていうのがあるからちょっとそこも残ってるから冷静な目が私ないのかもしれない。でもそれも重要ですよね。でしょ。そう。そこもだってない、うん、ちゃんとして ね。そうね。そら。でもなんかね女芸人会とかもやられてるみたいで。でもね、はい、そんなね女芸人会みたいなもう大所帯は、はい、野沢直子さん帰ってきた時に、はい、あの誰かが仕切ってやるんですよ。うん、そうしたら関東の関東というか東京にいる女芸人とは30人弱、うん、集まるぐらい。そこにやっぱり呼ばれへん人がいるんでしょ。意地が悪いね。着眼点。いやいやいや、意地が悪いからまあいるけどもね。うん、ねいる。ね。いるね、うんうんうん。派閥とかないんだけど、やっぱり無意識の派閥なのかな。何なんだろう。だから誰も声かけないってことでしょ。そうだね。案に、あれこれ違うかなって思ってっていう。そうか。ね、番組では共演する人ですか。全然全然。みんな多分その NG なんか絶対女芸人同士ではないとは思ってるけど、うんうんうん、どうだろう、ない。それでも呼ばない。いない人の話するのはあれですけど、一時期森三中の大島さんが、うん、さんのこと大嫌いで。わかる。でも私も最近思った。私も最近思ったわ、それ。ハイボールください。おもろいとこやなそれ。でも私最近一緒になって、はい、あれやっぱこの子無理だなと思って、はい、携帯のスマホのメモ残してたもん。やっぱり苦手っていうどこで使うか分かんないけどやっぱりさあ、今回は岐阜ということで、私神奈月がやってまいりました。なぜかというと私は岐阜出身でございまして、まあ岐阜の市内ではないんですけどね。そう、トキよくしてもうすごい岐阜では有名でございます、ね、しかもね岐阜にこんなに人が集まるなんて俺盛り上がっております。というわけで今回は神奈月のヘベレケナビ、最初に紹介するのはセンベロになれる素敵なお店。今回私が行くのはですね、花串庵別館の朝日商店さんでございますが、こちらでございます。いや、いい感じじゃないですか。ちょっと行ってみたいと思います。さあ行きましょうかね。食うたらうまいをモットーに記憶に残る癖になる味を追求する花串庵別館朝日商店。一年中食べられるおでんや串揚げから岐阜県産の食材にこだわったオリジナルメニューまで、その数はなんと150種類以上。味のこだわりはもちろん、その安さとボリュームで幅広いお客様に愛されています。マジかと、ホテルさんかと思った。乗ってくれてありがとう。すいません、失礼します。こちらこちら晩酌セット。これ晩酌セット。晩酌セット、すっごい量じゃないですか。朝日商店のおすすめはこちら。お好きなドリンク1杯とおでん、串揚げ、小鉢などがセットになった晩酌セット。ちなみに気になるお値段は。結構するんじゃないですか、このセット。いくらですか。980円。ごめん、このぐらいしかリアクションない。マジで1000円切る。そうです。晩酌セットはこのボリュームでお値段はなんと980円。早速いただいちゃいましょう。いただきます。佃田社長。自家製ポテトサラダ。自家製ポテトサラダ、ここでしか食べられないポテトサラダ。そうです。やばいね。やばい。もうこれだけで飲める。そして名物大根のおでんも。
なくなっちゃった。これ結構、結構似てるでしょ。3日間。3日間素晴らしい。素晴らしい。お得なセットを堪能し、すっかり満足の吉川さん。素晴らしい。歌も出てこない。料理も値段も大満足。岐阜に行ったら朝日商店でぜひせんべろに。チャンネル登録お願いします。大久保さん、皆さんにも聞くんですけど、もうマックスの酔いが10として、今どんなもんですか？2。マジで2。すごい。私4。あ、でも4。はい。ジュニアさんは8.7。あれで、はい、さあさあ、こちらの2軒目、バルバロッサさんです。バルバロッサさん、はい、おしゃれね。え、なんかどうぞどうぞ。ありがとう。なんかね、ビール自然なワインだったよ。なんか恵比寿と言われりゃ恵比寿みたいな。恵比寿っぽい。なんかね、恵比寿っぽい。スペインを中心にヨーロッパの美味しいお酒と料理を取り揃えた岐阜県のバルの先駆け、バルバロッサ。地元の契約農家や精肉店から届く岐阜の新鮮な食材を最大限に生かし、ヨーロッパの郷土料理を表現。ソースやだしはもちろん、ソーセージやハムまで手作り。こだわりの詰まった本場の味が楽しめるお店です。ちょっと可愛い子がいるってこと。あ、こんにちは。プラチナムプロダクション所属の筧美和子。彼女の意外な本性に一同驚愕。いやー、しかしプラチナム強いですね。前回も2軒目プラチナムしてたっていうか。プラチナム枠があるプラチナム枠ですね。はい、手島優は来たんですか？来ました。あ、来た。でも手島なんかあれ化粧落として帰ったもんね。はい、ここでびっくりしたでしょ、すっぴん。いや、意外とすっぴんの方がいいんじゃない？すっぴんの方がいい説。男の人はすっぴんいいって言うよね。でもめっちゃしょぼいやがしらすみたいな。だって、どうだった手島優ちゃん。この後、筧美和子の意外な本性が明らかに。あの、OL のふりして番組投稿しました。あ、うん、すごい。二軒目のヘベレケ仲間は筧美和子。酔った彼女の口から一体どんなトークが飛び出すのか。仲いいんですか、プラチナムの人。仲いいわけないじゃないですか。なんか、あんまり近寄らせないんですよ、それぞれ。なんか忘年会とかも、そのマネージャーさんたちだけでやってて、タレント同士っていうのがあんまり会う機会がなくて。でも、仲いい先輩とかはいます。誰の？中村あんちゃんは。いいとこ行ってる、はい、手島優よりいいと思う。、はい、よく飲みに連れてってもらったりするんですけど。マンションが一緒なんです。あら、そうなんですよ、ね、ボイマンションね。それはボイ、いや、ボイ。それはなんか合うんですか？竹下でも男とよくいるよね。おい、ババア。いない？あのエレベーターの中で犬とか抱いてていない？私、犬飼ってるの。おい、適当なことを。じゃあどうも、とりあえず2軒にお願いします。泡、誰と飲んでんの？飲むときは。例えばプライベートというか、あんまり普段その仲いい同世代のことは飲みに行くことがあんまりないです、うん、JJ の専属モデルとかやってるから、モデル仲間とご飯とか行きます。モデル仲間、あ、でもご飯は行きますね。なんかでも一時期のキャンキャンのすごい時期とか、もうモデルさん同士がこうなって仲悪かったみたいな話、赤だ青だって言ってる時期ね、うん、JJ は大丈夫ですか？ JJ 大丈夫ですね。なんか、え、ちゃうの？なんか、うん、ランウェイで飛べよ。すれ違う瞬間にありましたね。バラエティ番組で、うん、
なんかチクチク言われて傷ついたというか、うん、ことはあったけど、何言われたの？いや、誰とかは言えないですけど、うん、なんかそのモデルさんからしたら、なんか私みたいなこう体型の子って珍しいというか、なんかこうぽっちゃりしてる、おっぱい大きいし、なんかすごいみんなダイエットを頑張ってるし、なんか多分ムカついたみたいで、なんか急にこう収録の現場で何キロ何キロ何キロって聞き出した子がいて、で私のことを飛ばして次に行ったんですよ。その時にあ、なんか省かれたというか、めっちゃ怖いね。すごいその時は傷ついて、なんか OL のふりして番組投稿しました。あれまた逆に怖いやつ。なんかあの怒り神童って番組あるじゃないですか。あった。あの番組大好きで見てて、このショックをどこに吐き出したらいいか分かんないと思って、全然すごい話。こういうことがあるんですっていうエピソードっていうのを、そのバラエティの現場ってことじゃなくて、あ、なるほど、職場でね、職場でありましたっていうのに置き換えてメール送りました。採用された？まだ採用されてない。されてないけど怒りシート送る。かわいいな自分。めっちゃ怖いじゃんこの女。そうか、その人は今もテレビ出てある？あ、出てます。出てる。女優さんになってる、モデルとしてやってる。タレントさん？へえ。でもあーって感じだと思う。当てて当てて。私は口が硬いで有名。もう、でもあーってなると思います。なるほど。いいよ。じゃあマイクも気をつけてね。なるほどね。いや、やっぱり想像通り。なるほど。何歳ですか？若い。全然20代だよね。全然想像つかない。言いたいもん、すっごいもん。全然、いや、わかります。わかんないです、全然。そんな人います？なんか、こういう話をするつもりなかったんですけど、いやいやいや、なんか、いいんですよ、そういう番組だから。そうですね、なんか、何でもないと思って気がしちゃって。助かりますよ、本当に。これ何ですか？美味しそう。ねえ。これ何ですか？岐阜産のアスパラガスを使ったグリルチーズ。チーズ？岐阜産。なんかこちらは結構地産地消のものが多いみたいで、ワインとかも岐阜はワインがあるじゃあ後で岐阜ワインいただきましょうよ。チーズとブドウが取れるんだね。マスター男前よ。かっこいい。めちゃくちゃ男前やん。顔ちっちゃ。モデルさんみたい。いや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 、岐阜でとどまるにはもったいない。確かにめっちゃかっこいい。結婚されてます？してます。えい、そりゃそうでしょ。そりゃそうですね。そうだよな。しなかったらもう、急になんかこんな話ぶっ込んじゃったんで、いや、助かります、取れたからって。2軒目のマーサってご存知ですか？知らないですよ、初なんで。2軒目のマーサ知らないですよ。まあ、若い女の子がキャスティングされるんですけど、2軒目は仕事しない女の子がたまにいるんですよ。その女にむちゃくちゃキレる。マジで。その子はそう。え、あんたこういう番組で分かってオファー受けたんですよね。じゃあやらないと、なんで受けたんですか。それで過去2人ぐらいもうグッと行かれた。マーサさん、ない子もいるからさ。いいんですよ、身を削ったエピソードトークがなくても別に頑張ってれば。でもその責任転嫁を芸人さんにしがちなんですよ。口説かれた人とか、分かる、なんか電話番号かれたみたいな。でそれじゃちょっと引きが弱いから。引きが弱い。十分だと思ってた。まあまあ身を削る。しかも微妙に安泰な芸人さん行くんですよ。ノンスタ井上くんとか。そう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 。それにちょっと一時期キレてた時期ありますけど、だいぶ私も丸くなりました。飲み屋さ、ロケでキレてる。そういう意味じゃちゃんと削ってるよ。いやでもなんかね、その身を削るじゃなくても何か返せなきゃなってすごい考えてた。偉い。偉い。あれ。うわあ、アユ。アユ。うわあ、アユのパエリア。美味しそう。すげえ。すごい。これインサートの取り替えがあります。みんな考えるね。ご飯作ったりするの、家計さんは？はい、作りますね。そんな得意じゃないですけど。大久保さんも作るんですか？作
作る彼氏とかいたら作りますけど、普段ほんとびっくりするぐらいのほんとに残飯ですよ。残飯って言い方もあるけど、残飯ってことは残ってるってことは最初に作ってるってことですよね。うん、あのロケ、あロケ地か楽屋弁当持って帰って、え寂しい、え引っかないで夜あのおかずをつまみに食べるんですよ。おかずがあったらご飯残ってるでしょ、はあ、でご飯を鍋にぶっこんで、で俺寂しいなっつって、なんかあのインスタントの味噌汁とか入れて、わかめとか入れたら、うん、もうヘドロみたいなのが出来上がって、それをこうやってキーって食べる。それをリビングでこうやってキーって食べて、よし仕事行こうかっていう生活。寂しい。なんか持ってきましょうか。そうだよ。ありがとう。このように地獄ってあるんですか。地獄ではない。まあ、事務所から恋愛禁止とかはないんですか。ないですね。なんか昔はあったんですけど、プラチナムってなんか緩いよね。緩いというか、緩いです。自由な感じだよね。なんかまあそういう昔は、うん、あの写真集とか出した時に、うん、1冊目が篠山真さんで、2冊目は別の人で撮ってもらって出したんですけど、篠山さんのところにこう、こういうのができましたっていうのを私に言ったら、すごくいいんだけど、恋愛している女性の姿ではないって言われて、なんか見抜かれて、確かに全然してなくて、すごい写真、写真とかお芝居とかやってくんだったら、なんかそういうのも糧にしていった方がいいよって言われて、なんかそれから気が楽になって恋愛した方がいいと、はい、確かに女優さんは恋大きいの人の方が大成するイメージありますね。確かにね、恋愛しなきゃな。女優ちゃうやん。竹内ちゃんの今まで男芸人で好きになった男芸人って誰？なんかいいなって思った人とか、番組で一緒になってさ、あこの人助けてくれたっていっぱいいるじゃん、見ててね。有吉さん、あー、有吉さんはいるね。有吉さんファンが多いですね。有吉さんファンいるね。なんか笑顔も可愛らしいし、確かに MC とかやってる方たちの中で独身な人も少ないですもんね。確かにね。岡村さん、今田さん、徳井さん、あ、そうか、あそう、徳井が意味や、徳井さん、あ、徳井さん狙い目じゃない？あ、なんかちょっと見えません、ちょっとお似合いやね。徳井さん心配で仕方なくないですか。何が女、はい、心配になりません。いや、心配になるような人やから好きになるんじゃないの。いやでもちょっとあそこまでは、うん、なんか、多分疲れちゃう。でも最近ブランディングが小沢さん、スピードワゴンの小沢さんと一緒に住んでて、うん、猫にずっと愛情を注いでて、うん、みたいなブランディング言ってるけど、ね、ブランディングなんですか。ブランディングなのそれ。どう、それ本当なのかなと思ったんですけど。まあ全部嘘でしょ。猫アレルギーでしょ。猫アレルギーなの。嘘。ブランディング。神奈月のヘベレケナビ、続いてはお一人様でも楽しめるお店。いやすげえ、ほんと店たくさんあるよね。あれあれ何の今日何の何の集まりですか。岐阜出身ですよ。岐阜出身です。はい、会話もそこそこにモノマネをやりたい、モノマネが見たいみたいな。旬の料理と岐阜の地酒で女性スタッフが一人一人をおもてなししてくれるお夕食おせん。岐阜の豊かな自然で育った食材のその素晴らしさを伝えることにこだわった料理の数々。中でも地元の漁師さんから直接仕入れる獅子鍋は絶品。味噌も毎年正月に仕込む自家製の赤味噌を使うなど、岐阜の美味しさを心ゆくまで堪能できる一品です。はい、どうぞ。今日のこの日本酒は何ですか。岐阜のイビというお酒です。素晴らしい。甘いですね。溜めて言う。よかった。吉田幸太郎です。おすすめは岐阜ならではのジビエプレート。
鹿のソーセージやイノシシの肉団子などヘルシーな肉料理をワンプレートで楽しむことができます。そうですよ、いいね。なにこれ、イノシシ？これイノシシなんです。え、全然臭みとかないね。ないです。めちゃめちゃあっさりしてるじゃん。はい。イノシシってね、なんかちょっと怖いなとかイメージあるじゃないですか。全然優しい、イメージと全然違う。優しいお肉、優しいつくね。私生まれて初めてこんなに優しいつくねを食べました。吉田幸太郎です。たまに言っとかないと分かんないから。さらに隣に座っていた常連さんからワインをご馳走になる幸太郎さん。今宵は美里さんの瞳に乾杯。おっさんずラブ。おっさんずラブ。おっさんずラブ。美味しい。なんかああ。ね、この言い方が吉田幸太郎さん。肉の味覚と女性スタッフのおもてなし、皆さんも堪能してみてはいかがですか？チャンネル登録お願いします。いや、寝てますよ。ちょっとまただいぶ眠い。え、だいぶ眠いじゃないよ。寝てた？めっちゃ寝るから。最近ちょっと仕事の仕方やめて。いや、ありがとうね、ありがとうね。でも賑わってきました ね。そうですね、やっぱり夜は賑やかです ね。岐阜ってこうなんだ ね。あ、ごめん、岐阜すごい ね。さあさあ、三軒目はこちらブラッサイさんです。ブラッサイ和食、ブラッサイ、あ、なんか美味しそう。岐阜駅からほど近い古民家のぬくもりとオープンキッチンのライブ感を楽しみながら飲めるブラッサイ本店。毎日時間をかけて手作りで仕込む料理の数々は地産地消を心がけ、岐阜の旬な食材をふんだんに使用。もちろん料理を引き立てるお酒も種類豊富に取り揃えています。ここが開くて、あ、すいません。お願いします。すいません、申し訳ないです。俺こっちでいいかな。あ、よろしくお願いします。安藤さん、アンディ。こんばんは。3軒目のゲストは元 TBS アナウンサー安藤ひろき。フリーになった今、遠慮なくぶっちゃけてもらいます。はい、初めまして。あれ、初めましてじゃないですか？関係さんだけ多分初めましてですかね。よろしくお願いします。あとは相変わらず綺麗ですね。なんかうるさえ、今年ですか、フリー？今年の4月1日付でフリーってちょうど6ヶ月、半年です。半年。やっぱり、はい、笑い止まらないもんですか？いやいやいや、これ、ね、みんなに聞かれるんですけど、ガポガポは意外に僕は薄利多売でやってましてですね、もう本当にマーサーさんに聞きたいんですけど、そんなでもないんですよ、意外にテレビ業の社員って恵まれてたんだなって逆に改めて実感する。あの、多少上がってるんですけど、ただこう12で割るとボーナスとかの社員じゃなかったんで、あ、そうかそうか。え、奥様とかは反対しなかったですか？もう大賛成でした。あ、賛成なんだ。だから僕夜中そのマネジメント作業やってるのをかみさんずっと見てて、子供と会話できなかったんですよ、家帰ってた。ある番組で密着受けたんですけど、うちの次男がパパいつもパソコン見てたって言ったんですけど、あ、やっぱそう思われてたんだと思って、一刻も早くやめてくれ的な感じでした、神さんは。あ、そうなんですか。じゃあ、じゃあ、いただきます。お願いします。すみません、ありがとうございます。今日はありがとうございます。俺、安藤さんって、まあなんか俺勝手にどっかで何回もお仕事してるイメージありますけど、僕ね、あそこっていうイメージが。そうなんですよ、もうジュニアさんってとにかく番組を見てるんで、あの、本当に僕も勝手に応募してる感覚があるんですけど、何回も多分もかすってはいると思うんですけど、ガッツリ初めてなんですよね。意外。子供とかいるの僕だけですか？あ、そうです。あ、あれはジュニアさん。いくつ、おいくつですか？9ヶ月。あ、まだ9、まあ、可愛い盛りですね。でそこから話してみて、絶対この何年間のアンディの中で浮気して、はいはい、アンディ
やってるでしょ、はい、浮気してるでしょ。浮気ですか？絶対してる。普通の浮気ですか？うん、いやしてないんですよ。浮気してないんですよ。絶対してる。私知ってるもん。分かります。分かる。分かります。私は分かる、はい、アンディパワーが。ちょっと待って、女性は好きですよ確かに。そう、女性は好きです。絶対女好き。はい、女性は大好きです。でも10息子がいてのまあまあしてないんですよって言うじゃん、はい、いやでも女性が本当に好きなんですよ。だからなんかこう食い散らかすような男に女好きって言ってほしくないんですよ。本当に好きなんです。尊敬してるし敬愛してるし。女を？あ、はい。だって素晴らしいものだと思いません、ね、女性って。それはそうです。それはそうです。で性欲もすごい強いんですけど悪い方向には持っていかないんですよ。結婚してても？あ、いや、もちろん。え、でもあれですよ、奥さんと一晩に二桁。あ、それは独身時代。独身時代。ナイス性欲、ありがとう。で本当に。花火打ち上げてくれ。もうちょっと、私はもう何にもしないですから。結婚とか言わないですか？花火とか、はい、すごいんじゃない？すごいんじゃない？逆に。いやいや、でも、うん、あの気持ちなんですよ。別に大久保さんのことは好きになったらすごいと思います。好きになったら、いや、そう、はい、もう何つったらいいの？好きになった時ってもう溶けて一つになりたいぐらい思うんですよ。同体にもうギューンってこう分子レベルに分解して一緒になりたいみたいな感じになるんですよ。熱くて、もう勢力もいっぱいあった時に一緒になりたい。そうじゃない人はいるでしょ。いや、そうですね。そうなれるかなと思ったけど、はい、あれ、あ、そうなれないんだ、はい、正解です、はい、それももちろんあるんです。だから、あの溶けて一緒になってしまいたいっていうのとそこまでならないの差ってやっぱりなんかあるでしょうね。不思議ですよね。何共感ですか？いや、ほんとすごい、まあ、一般的に綺麗な人はこっちやろうなっていうのも分かるけど、そっちの人に全然反応せずにとかね。もうよかった、今日ジュニアさんとお会いできて。だけど、女子はやべえ、この子って思ったらもう無限です。だから、例えば、分かるんですけど、筧美和子と大久保佳代子で、うん、いやもう筧美和子、もうちょっともう次しんどいな、うん、そんな時間あんねやったら大久保佳代子呼びたいわ、みたいな、なんかね、そういうか、容姿で言うと、もう泥と雲やけど、すごい嫌だけど、はい、じゃあ呼びたいなって言った時にどっちがいいのっていうね、そういうことがあるってことでしょ。そうです、ね、愛おしさのスイッチが入ると本当に愛おしくなる。男の子ってそうだったら、じゃあそこを狙ったらいいのか。いや、綺麗な人を好きになったら綺麗な人になるんですよ。そういうふうに、もちろん、だけどそれが必ずしもそれだけじゃないってことです。ね、そうなんです。ありますよね。今さ、フリーになってそんなもん言いながら仕事してくるの？性欲強いぜってTBS で囲われてて言わないじゃん今。あ、すげえ気持ち悪いですね。だから楽ですね今。本当にだから自分の思ったまんま割と言えたりするので楽。こういう番組が出ないとかって決めてですか？ NG とかね。ないないです。 NG 項目ないです。ケイさんは？はい、NG 項目。 NG？ なんか本当にこれはないだろうみたいな時はちょっとやめときましょうみたいなことはありますけど、なんか変な水着とかね。結構いろいろやらされ、水着はあるでしょ。水着でテレビに出たことない。こういうやつとかあるんじゃない？撮影はありますけど、あの写真は。すごい、こんなやつあるんじゃない？こんな。何ですか？何ですか？何してんの？何してんの？なんでつまんでるの？何してんの？こんなやつ。え、何が？かよこ、何をしてんの？そんなんじゃないの？何してんの？しかもなんで嬉しそう？何してんの？なんかおっぱいのうち変じゃないの？何なの？面白いな。ありがとうございました、今日。今日、まだ終わってない。終わってない。まだ終わってない。この後、大久保さんが大変なことに。じゃあ、おまたおまた。じゃあ、閉じて、なんでこれ出てるから。なんか、いいっすね、この感じ。大久保さんに酔っ払った感じといい。大久保さんのおっぱい、あんな凝縮だもんなと思って。ありがとうございます。私、おっぱいとかも急に、何して、急におっぱい。ご自分で気に入られてる感じ。この中やったら一番しょぼい。おい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 
だって。おい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 、でもすごい大きい、でも大きくね、もうバッドボーイズ清瀬やもうなんか酔ってさ言うたらこれから芸能界に僕来た方がいいじゃないですか、はい、今でサラリーマンだったら。そういうのってどのぐらい気使った方がいいのかとか、いや事務所の方がどういう、でもサラリーマンの感覚忘れない方がいいと思う。あ、多分忘れようがないと思う、ちょっと何してどうしたの、何してんの、どうしたの、どうしたの、どうしたの、おまたおまた、閉じて閉じて、なんで開く、出てるから見えてるから。いや、かよこのかよこは出てないですけど、何言ってるんですか。そうそうそう、いや危ない、危ない、でも布を見ちゃってます。私のこと言ってますか。言ってます。私のこと言ってますか。かよこ言ってます。私も帰りますね。最後、最後一言、かよこ、かよこ最後一言、カメラに向かってお願いします。見せないで、おっぴろけぷぱえ、帰っていいの。かよこはもう帰っていい。お疲れ様でした。今日、かよこの仕事はもう十分いただきました。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。